ファンを抱きたいっすよね。年上でお世話好きなファンとちょめちょめしたい。16歳中卒会社員 YouTuber 優勢だお。経験人数は0人。平日10時から19時まで会社で業務を遂行する一会社員でもありながら、勤務時間以外は全て動画の企画撮影編集に時間を注ぐ YouTuber でもある。経験人数は0人。検証や暴露の動画がメインで登録者数は11万人。おまけに日本一の YouTuber はじめ社長に褒められた期待の星だ。経験人数は0人。顔面が老けすぎてるあまりに美容院で28歳ですかと問われたことがある。経験人数は密着初日、男の一日のスタートは早かった。おはようございます。密着です。はい。何の撮影機？あ、プロフェッショナルの密着を。はい。最近密着多いからさ。あ、すいません。お願いします。ちょっと今からロケ初のロケ撮影なんで。あ、ロケ撮影。2020年も残り3ヶ月。男は YouTube 活動に専念していた。撮影現場に着いた途端、まるで別人かのごとく男は豹変した。俺さ、動画で毎回マッコリモッコリって言ってるやんか。あれってそう簡単にできないのよ。カメラ回す前にいつも20分くらい練習してんのよ。ほんまはその練習してる裏の姿みたいな、まあ、裏の努力みたいなところを、視聴者さんに見せたくないねんけど、ね。俺の、まあ、美学的に、うん、見せたくないねんけど、今回せっかく密着やし、てか、密着ってそういうの求めてるでしょ。なんで、まあ、出しました。まあ、とかく、そんな簡単にマッコリモッコリは発動できないんよね。でも、それを視聴者さんに匂わせたら、あかんやんか。まるでこう、簡単に発動できるかのように、スマッシュ表情でやるのが、プロやん。それはある意味俺の、プロフェッショナルとしての、仕事の流儀、かもしれないよね。マッコリモッコリの練習と撮影を終え、男は一切の休む暇を見せず、足を進めた。いや、すいません。別に何もない。向かった先は東急ハンズ内にあるハンズカフェ。休日になると決まってここに訪れ、作業に没頭するという。お疲れ様です。ここのカフェ初めて。あ、初めてです。初めて。めっちゃここいいの。ほら、テラスもあんねん。あ、そう。めっちゃ雰囲気良くて、結構静かでさ。人もな、穴場というか、あんまりおらへんから、はい、作業しやすくていいんだよね。いいっすね。発想力を必要とする作業には、開放感が必要だと、優勢だは言う。シロップ入れる派なんすね。あ、うん、入れるけど、なんか悪い。いや、いいと思います。いや、みんな気づいてないけど、苦いか甘いやったらさ、甘い方が美味しいに決まってるくない。みんなその気づいてないっていうか、はい、なんかやっぱ人間ってどこまで行ってももろかだなと思うよね。苦いより甘い方が美味しいに決まってるんですよ。深いですね。そう言いながら、男はミルクとシロップを5個ずつ投入した。うまい。あのさ、俺病気で3週間入院したやんか。まあ、あれのせいでいろいろ思い通りいかへんくってめっちゃ悔しいよね。しかもその俺がその入院したのが6月の半ばとかかな。その一番勢いあった時期やって、その時期に強制的に1ヶ月入院で動画投稿できんかったから、3月が月間25万再生、4月が110万再生
まあ、5月が330万再生ってもうめっちゃいい感じにこう右肩上がりになってる時に強制的にストップかけられたから、いやだってほんまは今年の夏俺毎日投稿とかしたかったよ、まあ、入院のせいでねそれができなかったよ。レミエル症候群っていうなんかお医者さんとかもなんか教科書でチラッとしか見たことない程度のモレアの病気にかかっちゃって、もう体力すんごいしてたからね。幸いにもさあの、まあ、命助かってるし後遺症ないわけやった俺、体調やばいってなった時にママがすぐなあの新幹線で大阪から来てくれたおかげでな、あ、まあ、見つかった時は泡吹いて裸で倒れてたらしいけど、もうあと来るのがな、なんか半日遅かったら死んでたとか言われたけど、まあでもとはいえさ、まあ、命助かってるわけやし、なんかこう後遺症も残ってないから、まあ、それだけで十分やねんね、まあ、十分やねんけど、よく言えば普通にやりたかったかなっていうのがあるよね。飲み物を飲み込まれへんぐらい体力落ちてたし、なんか朝から晩まで MRI とかなんかああいう X 線とかの検査を受けてたから考える時間とかもなかったよ。いやめっちゃ悔しいよ。だから、うん、もっといけると思ってたもん俺、うん、俺ならいけるって。いやそれにさ今の俺が出してる動画も正直申し分ないぐらいおもろいと思ってるし、自信あるし、いろんな YouTuber いっぱいおるけどその中でも俺トップ10には入ると思ってるぐらい自分の動画に自信あるから、うん、それぐらいなんか自分の中で最高峰の笑いを作ってんのにあんまり見られてないっていうのがめちゃくちゃ悔しいよね。正直全部100万再生されるポテンシャルはあると思ってるから、うん、悔しいやってきたな。あのいや悔しいね、やっぱ。いや悔しいな、ちょっと考えますわ。うん、あのすいません考えるんでいいっすか、ちょっとこの辺で受け止めてもらってもいいっすか。あのはい、ちょっと真剣になりたいんでお願いします。そう言い放った瞬間から男は作業に没頭した。それから2時間ほど経った時、優勢ダオは嬉しそうに顔を上げた。ちょっと撮影するわ。ああこのカフェおったらほんまアイデア湧いてくんねん。ああやば、ちょっと撮影します。はい、湧いたアイデアさ2、3週間後とかに撮影しちゃったら鮮度落ちるっていうか、今俺がこのアイデアを思いついたこの感性と2週間後の感性ってやっぱり違うくて、その違う感性で撮影しちゃうと動画がちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうから撮影もしちゃいます。撮影を終えるとまたもや渋谷に戻ってきた。待ち合わせ、待ち合わせです。先生、優勢ダオの優勢さんじゃないですか。はい、今密着中なんですけど。あ、大丈夫、すいません。全然嬉しい。はい、スパムの写真撮ります。あ、全然、ありがとうございます。めちゃめちゃ簡単よ。嬉しい。あ、全然撮ります。はい、男は街中で視聴者に声をかけられるとどれだけ急いでようが、どんな場所であろうが必ず神対応をするという。交換するんですか。まあそう、まあ言うは言うよね。だって、はい、交換しようって言うのはただやし、お金かからんから。あ、まあ、言うだけ言う。俺がさ、その LINE 交換しようとか言ったらなんか出会い中みたいに言われんねんけど、別に何とも思ってないんだよ。てか俺出会い中って自覚あるし。てか なんて出会い中って言うけど、人生出会いって決まるからね。そう、出会いって資産やから、うん、あ、やっぱりあの、その抱きたい気持ちは
まあ、はい、お友達になりたいが6で抱きたいが94。優勢だおがどれほどファンを狙っているのか親しい友人に聞いてみた。優勢だおが、あの人は本気でファン狙いに行ってます。なんか動画で言ってるからネタっぽく聞こえるかもしれないですけど、あれも彼の一つの作戦なんですよね。多分この前2人でご飯行ってて、で彼がトイレ行った時にたまたま彼がそのスマホを置いてって、スマホ開いたまま置いてったんですけど、そこでインスタの DM ちょっと見てやろうかなと思って見たんですよ。そしたらなんかアイコンが可愛い子だけに返信してて、しかもその内容が〇〇ちゃん可愛いねみたいな。そう、あいつは多分本気でやってますね。はい、本気で狙ってると思います。まあ人生における11時代で努力できる人、なんか俺時計結構好きで、まあ、この話、まあ、結構するんですけど、時計って長針と短針があるじゃないですか。あいつら1時間に1回重なるんですよね。1時まあ5分ぐらいで重なって、で2時10分ぐらいでまた重なって、で3時15分ぐらいにまたこう重なると、でまた長針が追い抜かしたかなと思ったら、まあ、4時何十分かで重なる。毎日1回は重なるように作られてるんですけど、その唯一重ならない時間があるんですよね。それが11時台。11時台だけは、単身が先に逃げ切っちゃって、長身が重ならないんですよね。次に長身と単身が重なるのは12時。鐘が鳴るとき。伝えたいメッセージは、鐘が鳴る前は誰にでも報われない時間があるっていうこと。これは、まあ僕にもあったし、まあ僕がなんなら今はその時間なのかもしれないし、まあ今後皆さんにもあるかもしれない。まあよくする例なんで、まあちょっとチープに聞こえたかもしれないですけど、よく言うんでね、なんであれなんですけど、まあ、人生における11時代、まあ報われない時間があっても絶対に次は鐘が鳴る、報われるんで、まあ頑張ってほしいかなっていう、まあ人間みんなプロフェッショナルなんで、まあメッセージとしてはこれぐらいですね。11時代でも頑張ってほしい。